はい、会議開始。最後ですね。午後1時。警察の到着を数時間後に控えた今、最後の会議に臨んでいた。皆さん忘れ物などはありませんか？土屋くんの死から早3日、私たちは一人の仲間を失い、荷物は広間の隅に集められている。会議が終われば出発を待つのみだ。リーダー、前置きが長いかなま、話すことももうないしいいけどね。とは言っても、こいつの演説が延々と続くのは耐え難い。ん？おや、なんだかいつもより静かですね。あ、どうしたの？急に声上げて。どうた。ちょっと待って、メンバーの疑惑が 80% から始まってんだけど。おかしくねえこれ。黒だー！あー、出すの忘れてた。こいつを部屋から出すの忘れてた。ははてへ。ごめんね。はぁ、スタッフが気づかなかったら死んでたぞ。すっごい暑いもんね、あそこね。大丈夫、ごめんね。木田は息を切らし、体からは汗が滝のように流れていた。お風呂入ってきたの？風呂というよりサウナかな。かなり暑いけどね。これで全員集合しましたね。それでは最後の会議は終了とします。はい、終わりましょう。お疲れ様です。おい、まだ始まってすらいないだろ。ダメか。なんか話すことある？ねえ、ないよね。私は終わりでいいかな。私も終わりでいいかな。終わりだろ。おい、黒田、機材積みに行くぞ。あいよ。では、解散意見がマジョリティですので、これにて終了とします。はい、マジョリティ。もうみんな家に帰るモードなんだろうな。リーダーが解散を告げると、木田が俺にだけ聞こえるように言った。まだ間に合うぞ、黒田。だから怖いんだって、木田くん。条件を飲む気になったか？だから条件がわかんないんだって。悪いが飲む気はない。それがお前の答えか。そうか。おい、みんな木田、声が。木田の大声が広間に響き、メンバー全員が木田を振り向いた。なんですか？俺は土屋の死の真相を暴いたんだ。お前らは今まで単独犯が前提で話を進めていた。けどそうじゃなかったんだよ。土屋は白鳥と黒田の共犯によって殺されたんだ。あなた何を言い出すんですか？バカ言うなよ、木田。こいつは面白い。最後にどでかい花火打ち上げてくれたな。いや、みんなね、乗っかってくるけど、乗っかっちゃダメなんだよ。ね、弱み握ってくからね。そんな花火、不発に終わるよ。やめとけって。それに、ここらで俺らの最終意見をまとめるべきじゃないか？ふむ、それについてはアグリーです。きっと警察から話を聞かれますし。まあそうだね、警察が来るもんね。この戦いも避けられそうにないな。でも共犯ってどうしたらその発想になるのかな。昨夜23時50分頃だったと思う。俺は黒田の部屋の前を通った。すると黒田と白鳥の声が聞こえた。いきなりクライマックスだ。最初からクライマックスだぜ。え、黒田くんと白鳥さんが夜中に？あ、そういう方面で誤解してくれた。珍しい組み合わせだな。俺はお前が白鳥と殺人の話をしていたのを聞いたんだ。違うよ、相引きだって。あったけど殺人の話はしてない。俺と白鳥が会った証拠はあるのか？俺たちは恋人同士だから会っていたんだよ。はっはっは、やばいかな。俺はふざけすぎかな。みんなに報告がある。俺は白鳥と付き合ってるんだ。そうよ、熱い仲よ。ちょっと引いてるよ白鳥。もう少し演技をうまくね。そういうことなら納得かな。清い関係なんだろうね。清いよ。すごい清いよ。恋人ならそんなに離れなくてもいいじゃん、この子の。桃井はおせっかいを焼いて、俺と白鳥の手を取り、密着させた。やった！キャッ！その瞬間、俺は白鳥に突き飛ばされた。いや、ひどいよ。何この反応。やばい！あ！はぁ、さすがにやっぱり一発 100% か。これが恋人だって？今のは恥ずかしくって。すげえ嫌悪感に満ち溢れてたが、俺はそんなに嫌われて、ごめんなさい黒田くん、これは無理。なんでそこまで。二人が嘘をつく理由はただ一つ、共犯を隠そうとしたからだ。共犯って片方が足引っ張るとおしまいなんだね。あなたの勝ちよ、木田くん。白鳥、なんで。私、往生際はいい方なの、あなたと違ってね。くっそ、
そんな言い方ある？これで全て解決だな。あー、解決しちゃった。木田の握っている証拠は物証ではない。しかしメンバーの考えをまとめるには十分すぎるものだった。俺が木田の条件を述べばよかったのかもしれない。そんな後悔をしながら数時間が経ち、警察が到着した。そして俺と白鳥が共犯ということでメンバーの意見が一致した。バッドエンド。共犯者は俺たち。はい、じゃあやり直しましょう。はい、あったけど殺人の話はしていない。俺と白鳥が会った証拠はあるのか。でも証拠はあるんだよね。あったけど殺人の話はしてないんだよ、多分ね。あったのは認める。でも殺人の話なんかしてないよ。でも木田は殺人の話を聞いたから共犯を疑ってるんだろ。それに木田って基本黒田の味方だったし、嘘つく理由がないよ。そう、そこを否定するのは無駄。俺は何も木田が嘘をついてると言ってるわけじゃない。嘘じゃないなら誤解してるということだ。なるほど、そういう風に持っていくんだね。よっしゃ、うまく切り抜けた。俺が誤解するわけ。いい、部屋の外で聞いたなら聞き間違いはありえます。そうです、アグリーです。よし、このまま誤解の方向に持っていこう。前に水野が黒田の声を聞いたかどうかで議論になったしな。そうだそうだそう、結局水野は聞いてなかったんだ。 あの時はごめん、木田も聞き間違ったんじゃないかな。そうだよね、俺たち小声で話してたし、お前は何か誤解したんだろ。俺の誤解というなら、お前らこそこそ何の話をしてたんだよ。そう、そうか、そう来るよな。確か、待った、共犯を疑うんだろ。乗ってくるなって赤にし。今ここで黒田が話せば白鳥は話を合わせてしまう。あ、やばい、くっ、こいつ余計なことを。あ、頭回るね赤西くん。赤西くん頭いい。ここは刑事ドラマみたいに別々に証言を聞くっていうのはどうかな。やばいな、難しいよこれ。では白鳥さんはここで、黒田くんは別の場所で話を聞きましょう。ノリノリだな。まずい、そんなことをされたら白鳥と答えが割れるに決まってる。どうしよう、一瞬の隙を作り白鳥と話す。無理でしょ、抵抗せずに身を任せる。腹痛がを選びたいけど、身を任せようか一回ね。ではまず黒田くんを連れて別の部屋で証言してもらいましょう。コナン。まずい。白鳥を残し全員で広間を出ようとした時だった。行けたんじゃね。ちょっと困るよ。おかみ、何でしょうか。お客さん、お客さんたち荷物まとめたんだろ。おかみさんの視線の先には広間の隅にまとめられた俺たちの荷物。部屋は今から全室清掃でよ。入らないでおくれ。まだチェックアウトはしていないのですが。じゃあ20分待ちな。待てないなら外に行っとくれ。なんで20分。そんな、外は寒いですし。話なんて2分ありゃ済む。外行くぞ。あ、そうだ、外といえばどうしたんですか黒田くん。悪いが俺は外に行けないよ。なんで、なんでだ。外に行きたいのは山々だが、俺はあるものをなくしたんだ。スニーカーだ。スニーカーだ。スニーカーがないんだよ。外に行けないんだよ俺。はい。俺のスニーカー、アジデス限定のオリジナルモデルのシューズ。なぜか木田の部屋にあったんだね。これで黙らせよう。話すり替えちゃえ。スニーカーをなくしたんだ。そうは言うが、俺の手には俺のスニーカーがある。はあ、お前スニーカーなら手に持って。ん？お前なぜこれが俺のスニーカーだと思うんだ。俺はなくしたと言ったよな。あ、よし、うまく切り抜けた。木田くん、これが俺のスニーカーだなんて一言も言ってないぜ。まあまあ、黒田が持ってるんだから黒田のだと思うのはしょうがないかな。そうだよ、そんなの揚げ足取りだろ。揚げ足なん取るよ、いっぱい取るよ。とにかくそれ黒田くんのスニーカーじゃないんだよね。ああ、これは木田の部屋で見つけたんだ。俺のスニーカーとそっくりでさ。おっと、何も言えない？アジデスの冬限定モデル。やっぱり俺のだと思うんだけどな。まあ、木田の部屋で勝手に見つけて持ってきてるってことはどうでもいいのかな。黙っちゃった木田くん。でもこれが俺のものとなると木田は俺から盗。それはもちろん俺のスニーカーだ。
キダニシューズを奪われた。そうなんですか。しかし何を隠そう、俺はスポーツシューズマニア。全国のスポーツシューズマニアに謝れよ。俺はサッカーが好きだ。なんとしてでもこのレアなスニーカーを手に入れたかったんだ。それならスパイクじゃないか。なんとしてでも手に入れるだと。なんとしてでも手に入れるだと。どう、その言い方に違和感を感じるな。え、じゃあ本当にシューズマニアなの。お、黒だ。またお得意の揚げ足取りか。そんな言い方するなって気だ。揚げ足取りでも変なものは変なんだよ。それはアジです冬限定モデルとは言ったが、数量限定とは言ってないぜ。な、うまく切り抜けた。よくわかんないけど、そこまで必死にならずとも冬になれば買える。あ、なるほどね、そういうことね。限定というワードで勝手にレアなものだと思い込んだんじゃないか。ぐらっ、俺の地元では在庫がいつもなかったんだよ。だからレアなんだ。お前の地元なんか知らねえよ。あと、買いたかったじゃなくて手に入れたかったって言い方が引っかかるな。はい、また揚げ足取り。うるさいな。確かに重箱の隅を荒らすと言いますか。そういう言葉知ってるんだね、メガネ。それを言うなら重箱の隅を叩くでしょ。うん、どっちも間違ってるね。二人とも違うよ。まあ、黒田のつく場所が本質的じゃないってことだよね。つつこうね。それはこれを見てから判断してもらおうか。木だ。お前はスニーカーを買ったんじゃなく、手に入れたんじゃないのか。どういうこと。あ、そっかそっか。入手って書いてたもんね。なんだっけ。なんか名簿だよ。これ、サークルの名簿。サッカーと写真サークルメンバーの名簿。名前の横に入手と書かれたチェック項目がある。で、黒田が入手にチェックされてたのね。黙らせよ。それがなんだ。お前が喋るまでこの名簿の意味がわからなかった。だが今ならわかる。お前は手に入れたものをこれに記入していたんだろ。な、うまく切り抜けた。よし、何やら入手という項目がありますね。丸は手に入れたもの、みはまだ手に入れてないものってことかしら。そうだね。俺の名前に丸がついてるけど、一体俺の何を入手されたんですか。ブン、え、て、煽った瞬間、木田はスニーカーを蹴り飛ばし、俺の額にシュートを決めた。危ないな、もう。何するんだよ。確かに返したぜ、お前のスニーカー。え、怖い。じゃ、木田くん取ったの、盗んだの。人聞きの悪い。俺は借りただけで返すつもりだった。誰が信じるか、そんなこと。あ、わかるかな。え、私も気に入ったものとか、ちょっぴり強引に借りてたしね。いやいやいや、アシュラ時代のことは知らないけど、盗んだバイクで走ってたんだろうな。勝手に借りたのは悪かったよ。そこは謝る。だから名簿とスニーカーの件はもう終わりでいいだろ。やばい、この件の追及は不要。もっと追及する。いやいやいや、もっと追及しよう。これで逃げられるとまずい。いや、まだ名簿の件は終わってないだろ。そうだっけか。よし、動揺してるよ。というかお前、この名簿の件からそらそうとしてるな。何言って。うまく切り抜けた。名簿って他に変なところあった。ああ、あるとも。それはなんだろう、写真サークルの名簿だ。サッカーサークルの名簿だ。写真サークルかな、わかんない。サッカーサークルの名簿を見ても全員男しかいないからわからなかった。あ、なるほどね。だが写真サークルには女子が3人もいる。どうして女子の名前がないんだ。うぐ変態野郎め、化けの皮をね、剥がしてやりますよ。ああ、私の名前がない。そうなんだよ、桃井の名前も水野の名前もないんだよ。なんでなんで。白鳥、あら、私たちはメンバーじゃないのかしら。単に書き忘れただけだろ。それはさすがにないだろ。白状か、てめえは。赤西に言われてるよ、白状か。お前に言われたくない。そんなに私たちって存在感がないの。ありまくりですよ。これは書き忘れじゃなく、意図的に女子の名前を外してあるんだよ。木田の目的は男の私物を盗むことにあるからな。え、お前
お前誤解を招く言い方するなよ。いや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 、あれは、あれ？盗みは否定しないのか？お、俺はスポーツシューズマニアだから、男の私物を借りるのは何も変じゃないだろうが。木田はまくしたて俺から写真サークル名簿を奪おうとするが、それより早く赤西に奪われた。やるね赤西、もう一度聞くが、てめえなんで写真サークルに入った？おいおい、そんなのみんな同じだろ？景色とか野鳥を撮りたいからだよ。お前が撮りたいのは景色でも野鳥でもねえ。そうだ、これだ。お？撮れたてナイスガイ。若い男の日常盗撮動画投稿者は D の名を持つ男、イエロー D。 お前が撮りたいのは景色でも野鳥でもねえ。これで黙らせるぜ。これだろ。ん？なんだそれ。盗撮犯は黙ってろよ。あれ？あれ？おかしいな。もうその件はいいだろう。やばい、 95% ギリギリ。くっそ赤西、後で大量に角材の画像を送りつけてやる。お前が撮りたいのは景色でも野鳥でもね。間違えた。あれってこと？あ、これか。こっちの写真の方か。サッカーサークルの写真、複数でなくピンショットが多数。ちょっと早かったね、ウォ動画を出すのはね。じゃあ行きましょう。これで黙らせる。おい、景色と野鳥はどこ行った？はい、オッケー。やばいな、ギリギリ 85%。 木田、お前は男を撮るために写真サークルに入ったんじゃないのか？人の思い出を何勝手に。これは大事な思い出だ。思い出？ピンショットしかないぞ。自分も入ってないし。ピンショットだろうが仲間が活躍した一瞬を捉えて何が悪い。活躍してる？それにこれ撮ってくれと頼まれてんだよ、本人に喜ばれる。何？差し詰めサッカーサークル内のカメラマンというところでしょうね。まあ俺も自分が活躍した写真をもらったりするよ。よく角材が回せてる瞬間は。もういいよそんな昔の話は。いや、親切心じゃなくて下心だ。どうだ黒田、もういい加減に話をそらさず。お前が親切心で写真を撮るのは分かった。分かればいいんだよ黒田、お前ならちゃんと理解してくれると。だが、晒されて喜ぶやつはいないんじゃないか。晒されてるもんね。そこでこれですよ。はい、うお、取れたてナイスガイ。若い男の日常盗撮動画、イエロー D、 黙らせる。あ？お、これを知ってるのか？聞いたこともねえよ。なんだこのおぞましいタイトルは。おぞましいよね。ひぃ、見たくありませんよこんなもの。ああ、見るべきじゃない。ポチッとな。あ、見た。あ、ちょっと桃石さん、私は目を塞ぎますから。メガネずれてるよ。おや、再生された動画はただ男がゴロゴロ寝そべっているだけだ。もっとすごいの想像するよねやっぱりね。男性が寝ているだけですね。変なものは映ってないな。よし、もう見ないでいいだろ。待て、変なものが映ってないなら見てもいいだろ。そうだね。そうだが時間が無駄で。木田の言う通り、動画は男がゴロゴロと寝てるだけだが。だが見るべき場所は動画じゃない。寝ているだけで済むと思うのか。寝ているだけでは済んでるんだよ。だから見るべき場所は動画じゃない。いや、やめろ。じゃあほら、言うことがあるだろ。いい加減降参しろよ。諦めない。諦めないのかよこいつ。そこまで条件を飲んでほしいのか。どんな条件なんだ、怖すぎる。お前の覚悟に俺も応えようじゃないか。見るべき場所は動画じゃなくて投稿者だ。イエロー D？ そう、イエロー D。 これが何か？はい、みんな考えて。おい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 、勘弁しろよ。わかった、赤西くんは気づいたようね。俺の小細工を疑われちゃあれだから言うが、この謎を解き明かしたのは俺じゃないな、相棒。イエロー D、この動画の投稿者は木田くんよ。なんですって。まさか木田くん、私もそのような目で。メガネずれてるよ。赤西が黙っちゃった。失神してるのかな。赤西は木田から10メートルぐらい離れていた。これも撮ったご本人に喜ばれたのか。木田黙っちゃった。喜ばれるわけがありません。クレイジーですよ。私だったら通報します。通報しようか。待て、俺が投稿者だなんて認めてないぞ。は？
お前お上着は悪すぎるぞ。もう近づくな。出来すぎてるとは思わないのか。何を言い出す気だ。謎を解き明かしたのは白鳥なんだよな。おっとっと、噛みつきましょうか。相手の発言に噛みつけ。何か木田が白鳥に狙いを定めたのは間違いはない。木田は案外鋭いところがある。気を引き締めてかかろう。謎を解き明かした。つまり黒田じゃなく白鳥が動画を見つけたということだ。ええ、私があるメモを解読したの。魚取れたて12月10日投稿すること。たったそれだけの情報でわかるなんてすごいな。黒田はわからなかっただろう。確かに黒田くんはわからなかったみたいね。白鳥がそういう動画を見てる子ってこと？いや、誰もわからない。わかったのは白鳥、お前が投稿者だからだ。どうしてそうなるのよ。イエロー D、 どう見てもあなたよ。うん。木田の発言に噛みつくところはあそこしかない。最後だよね。このまま木田に押されてたまるか。はい、噛みつきます。おい、白鳥が投稿者？そう思うのも無理がない。でも白鳥は投稿者じゃない。このメモを見て白鳥さんは解読できたのですよね。魚取り立て、え、釣り動画か何か？絶対わかんないよ。そうだよね。だろ、こんなメモでわかるわけがない。つまり動画投稿者本人にしかわからないメモと考えるのが自然だ。いや、違うな。投稿者以外にわかるやつがいるとすれば、単純に考えて視聴者じゃないか。誰がこのような動画を見るというのですか。でもよ、需要があるから投稿するんじゃないか。そうだよね。ああ、難しく考えることはなかったんだ。この動画の視聴者だから知っている。そうだろ、白鳥。いいの言っちゃって。頭っちゃった。参ったわ。そうよ。クレイジー。マジ？説明はいいや。聞きたくねえ。みんな聞きたくないよね、そんな白鳥さんね。この流れで相棒の秘密を知るなんて俺も思わなかったよ。私は男性同士の恋愛が好きなの。だから探して見つけたわ。悲しそう。この動画はただ男たちが寝ているだけと言ったわね。妄想のネタには十分すぎるくらいよ。白鳥、ごめん。白鳥さんの言ってることがリーダー以上に意味不、つまりこの動画が好きってことだろ。ありえません、レディーがこのようなもの。もう理解不能なんだろうね。疑うなら私が持ってるボーイズかラブな本をたくさん見せてあげるわ。いえ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 、確認せずとも信用に値します。信じる。よほど見たくないんだなこいつら。私は好きな動画を見ただけよ。そう、投稿してない証明にはならないよ。好きだから動画撮ったとも言えるもんね。漫画が好きだから漫画を描く的な。ここぞとばかりに女子が。そうだ、俺じゃない。そう言われるとどちらが投稿者か分からなくなってきました。くそ、まだ推しが足りないか。っていうか、こんな違法動画より殺人の方が重罪だろ。そっちに話を戻そう。戻させてたまるか。俺は聞いたんだよ、黒田と白鳥が2人で殺した話を。え、土屋を撲殺した話を。え、こいつ俺たちの話聞いてないじゃないか。うっそ、思いっきり否定してやりたいが自白になってしまう。しかしこれでもう怖いものはない。小さくても見過ごしていい犯罪はない。く、俺はそんな動画知らない。白鳥だろ。この動画を男たちの日常を覗き見しようというものだ。イエロー D の気持ちになって考えたら、温泉旅行なんて機会見逃すか。あなたはやはりこの中にイエロー D がいると言うんですね。言うよ。まさかお前。ああ、イエロー D はいつだって俺のそばに。言ってて気持ち悪くなっちゃう。行きます。じゃあこれだね。怖い。モニター付き小型カメラ、長時間録画用の小型カメラ、俺の部屋に設置されていた。黙らせよ。ドアー、ドアー。俺は共犯だなんて親友にとんでもない疑惑を。あははは、どうだ俺のとっておきの怪談話。だいたい木田なんて名前日本中にいるしな。はあ、ビビらせんなよてめえ。
ごめんごめん、悪かった。角材はしまってくれよ。角材出してたのかよ。どっから出したんだよ。階段って話をそらしたんですね。やはり木田くんの言う通り、犯人は黒田くんと白鳥さん。それだけど、何だったかしら。私が黒田くんと土屋くんを撲殺？凶器が出てくるといいわね。悪い。みんな、俺の誤解だったみたいだ。もう疑ってない。うまく切り抜けた。ギリギリだったね。ていうかもう時間だよ。一同が時計を見ると、いよいよ時刻は4時に迫ろうとしていた。最終意見、何もまとまってないかな。では、殺人を疑っている人いれば、挙手後意見を。アサップ、なる早でお願いしますよ。何かわかんない。いませんね。以上をもちまして、私たちの見解は事故ということで。終わった。俺、部屋戻ってるわ。疲れた。私も休むね。それでは、各自部屋にて待機ということで、解散。解散後、疲れ果てた木田が大広間に残っていた。なあ、お前はどうして俺と白鳥を共犯だと思ったんだ？俺は殺した話なんて。ああ、分かってる。実は。実は？午後11時50分。黒田、お前は白鳥が好きで盗撮したのか？信じたくない。黒田に問いただそう。え？もしかして、なんか嫌な流れじゃないこれ。カラオケ大会が終わっても寝つけず、黒田の部屋の前まで来てしまった。ちょっとくらい経験あるでしょ？ちょっとくらいならあるけど。あ、そこから聞いちゃったんだね。こんな夜中に何を話してる。誰だ。返す言葉がない。お前が白鳥とそういう関係だと思い、嫉妬した俺は見張ったり共犯の疑いをかけた。そうだったか。黒田、一生のお願いだから俺の条件を。木田は勢いで俺に抱きつこうとしたが、俺はさっと避けてかわした。どう考えてもろくな条件じゃない。男が好きでも偏見は持たないけど、盗みや盗撮はマジ最低だぞ。ダメ、絶対。でもな、黒田。でもな、不意に木田が真面目な顔を作った。会議の途中からはマジで土屋を殺したんじゃないかと思い始めたよ。なんで？木田は俺の顔色の変化を確かにその目で捉え、目をそらせた。この話は終わりだったな。じゃあ、また後でな。なんかしんみりしちゃったね。そう言って木田は広間を去っていった。みんなも俺が犯人だって思い続けているかもしれない。そうだね、黙らしてるだけだもんね。黙らせようとする行為はやましい事実があるからで。だとしたらやっぱり人の秘密を握るって最高だ。裏工作完了。はい、会議の結果、成功率は何回かやり直しているので 93%、 最終的な記憶度が 50%、 星3つ半でございます。次へ。3日目、会議後、午後3時50分、部屋に戻った俺は白鳥にメッセージを打っていた。やったな白鳥、この先もお前となら乗り越えられるかもな、なんて。かっこ笑い。でも白鳥のことに関してはなんか解決してないんだよね。あれ、返信返ってこないよ。全員部屋に戻っているはずだが、荷物のチェックでもしているのか、結局既読がつくことはなかった。このトーク履歴も後で消さないとだな。記念に残しときたいけどね。冬は夜の訪れが早く、警察が到着する頃には辺りは暗くなっていた。今夜からまた大雪が予測されることから、俺たちは一度帰って後日事情聴取を受けることになった。皆さん転校しますよ。1。うー、サブサブ。桃井寒くないかな。うん、ちょっと香水つけるね。
車の中だぞ、殺す気か。黒田、こっち座るよ。パーパープレーン一緒に聞こうぜ。イヤホンの片側を差し出す木田を無視して、俺は窓の外を見つめる白鳥に声をかけた。白鳥、隣に座っていいか。ええ、構わないわよ。話すことは叶わなくても、白鳥の隣にいるだけで心が安らいだ。最後ぐらい足並み揃えてくれませんかね。それでは出発しますよ。そうして俺たちは生涯忘れることのない思い出を抱えて温泉旅館を後にした。事件から1週間後、俺のもとに一通の封筒が届いた。宛名がないな、いたずらか。怪しい封筒を開いてみると、中には手紙が入っていた。黒田君へ、元気かしら。白鳥からかね。ろくに眠れてないんじゃないかと思って手紙を書いてあげたわ。上からまあ眠れてないのは私なんだけど、その思った以上に苦しいものね。土屋君を殺したことが頭から離れないの。頑張ってごまかしてきたけど、いつかは捕まるし、あなたには生き続けてほしい。私が殺さなければ楽しい旅行になっていた。許されることじゃないから、自分の命で償うつもりよ。さよなら。バカかよ。最後の一文を読み終えた俺は家を飛び出していた。もういないと分かっていても駆け出さずにはいられなかった。彼女は自殺を選ぶほど弱い人間ではないと言い聞かせた。それでも事実を目の当たりにすれば受け入れるしかなかった。俺は白鳥の意志を継いで今も身を隠すように生き続けている。縦読み？黒幕がいる。黒幕がいる。はい、ノーマルエンド。共犯の終わり。はい、ゲームクリアしました。白鳥の遺書には黒幕がいるという言葉が隠されていた。これは偶然なのだろうか。そういえば白鳥、なんで土屋を殺したんだ。そうですね、それがまだ全然はっきりと解決しないまま、うやむやな感じでノーマルエンドになりました。新たなルートが追加されました。トゥルーエンドを見るためには、全ての会議の成功率 100%、 3日目の午前でトゥルーエンドに必要な3つの証拠を入手する必要があります。では、まあ、残りのバッドエンドを回収しながらトゥルーエンドを目指していきましょう。